その砂って、うん、まあもう松本に関しても著作権関係の話あると思うんですけど、まあでもどうなのね、デビュー前やしね、この録音自体がね、マンボでね、だし B 番で大西ゆかりたちの世界でデビューする直前のね、うちとだけの録音やから、まあ、ね、マンボもなくなったから思いっきり流してるけどね、いろんなとこね、本当あるやろね、著作権をとそう思われてたからね。まあまあなんかもそのね、広告みたいな告知、マンボのこんな演奏があって、みんな分からんでしょ、これマンボ、これマンボってびっくりするやろかね、マンボの基本プレートは全然ちゃうからね、うち専用のマンボっていうのをマンボ作ってくれるっていうのは、もうこれおつじ専用の演奏さんしゃあないなって、ちょっと考えさせてって言ってたわけ。ブラックミュージックのね、マンボ松本がね、おつじ専用、おつじ仕様マンボって作ってくれたわけ。僕の後ろはマンボの方のマンボ、バンドネット、マンボ、あと松本はじめもね、マンボの方のバンドネットで、うちの方のバンドには、その畑さんの方のキャランキューのね、のベースとか、あとは槙原のりきの相棒ドラマがおった方がうちの方のバンド、第2弾セッションバンドとはうちの方の庭、バンジョーの庭はまたね、また別の物語だ。まあ庭から相当影響を受けてるけどね、うちの音楽性はね。宮は先輩とばっかり組んでいたからな、何してんのね、まあ、大杉のフルーツパーラー庭ってあるけどね、まあ、名古屋は庭の産地やからねフルーツの産地じゃ庭だったら庭の産地捧げよう深い命の想いよ。何はっぽいやろこの歌、何はっぽい歌、いつもより素直に愛の歌を拾えよ、緑の風かな、光の風に導かれるままにずっと目指そう、このアルバムなの、あれは確かに、まあ、小森さんに渡したよな、オルゴに渡したかな、それとあとは